もうあの長谷川君はもう極端に言うとね、イチローのもう1年目からずっと知ってんじゃないの。知ってますね。まあまあ1年目2年目だけは、あ、ファームだったから。いや、相手との、ああそういうことね、日本からですね。日本の。そうですよ、彼はファームでしたね。ファームだったからね、はいはい、あの時はそうでもなかったろうけど、まあ、一軍に彼が来だしてからは、うん、いやでもファームの時からかなりのやつがいるっていうのは言ってました、ね。うん、あ、やっぱりそう、はいはい、だって1年目でもう首位打者取ってね、下のね、はいはい、ずっと見てました。それでイチローを見ててもすごいなと思ったのは、うん、2軍のオールスター、はいはい、あれで MVP になって、はい、賞金100万かな、はいはい、あれ寄付したよね。そうですか。あ、知らない。僕もね、最優秀投手かなんかともらったんですけど、ちゃんと自分で使いました、うん。イチローはね寄付したんですよ、はい、それでそんなにね給料もら、はい、まだ何百万の選手が100万のね、はい、まあ言ったらボーナス、はい、それを寄付した、はい、この選手なんやろうなと、やれるって思ってたんでしょうね、ってことでしょうね、はい、だから自分に自信があったからそういうことができた、はい、僕は契約金1億ももらってるのに、それ寄付せずに自分で使ったという、いやいやいや、なんていう成功だと、それが普通ですから。そうですね、それが普通ですから、それが野球選手、うん、そういうね、そういうのを、まあ、やっぱ期待してみんな来るわけだから。まあそうです、はい、だそのイチローが、はい、まあ、オリックスで一緒にやってたわけでしょ、うん、それから、まあ、メジャーでも、まあ、見てきたわけでしょ。なんかやっぱり違うとこありました、他の選手と。まあ、僕よく言う話が、うん、まあ、僕らほら正月三が日はゆっくり休みたいです、はいはいはい、でも僕も結婚する前は寮にもちろんいたんで、うんうん、1年2年は、はい、で 2日か3日、今の嫁さんとなんか初詣行くとか言うので、はあ、寮から出て行って、神戸の生田神社、はい、生田神社行って、あれ結びでしょ、はい、なんで、あ、そう、で出て行く時になんか一郎がなんか、うん、もう練習してんのこんな早うかなみたいな感じでやってて、でまあ行きました、うん、で帰って昼ご飯食べてうだうだしてデートやから結構時間かかるで夕方帰ってきたらまだ打ってるから、そうなの、なんだこいつとか思って、その時ねまだね確かね、うんうん、二軍選手だったと思いますよ。二軍で、それで僕初めてイチロー知ったと思う。あ、こんな選手おるんだと思って、まあ、いい選手とは聞いてたけどとか、こんなに練習するんだっていう、はあ、めちゃめちゃ練習してました、はあ、まあ、ある時期を境にあんまり練習そこまでやらなくなりましたけど、はあはあ、とにかくまあね、うん、まあ、キャンプの時もピッチャーと野手別なんであれですけど、うんうん、とにかくなんていうのかな、すごい練習量っていうのを感じてましたね。あ、まあ、それから日本で何年、8年ぐらいかな、連続首位打者取って、で、まあ、メジャーに行って、はい、でメジャーの1年目から見てるでしょ。見てます、見てます、はい、どうでした来た時、あれ1年目首位打者取ったんちゃうかな。首位打者取って、いや MVP も取ってますから、ね、MVP も取ったんだ。いやだから、うん、まあ、あの時ねマリナーズの打線がね、まあ、イチロー効果ですっごい打線良かったんで、うん、もう対戦するの嫌でしたよ。他の選手も良かったの。もうめちゃくちゃ良かったです。ちょうどでもイチローが来た時に、ケン・グリフィーとか出ていっちゃって、あ、グリフィーだ、で、A ロットもなんなら出ていったんかな。そうか、なんで戦力がガタッと落ちると思ったらそうじゃなくて、みんなヒットを打つやつが、まあ、ジョン・オレルドとかブレッド・ブーンとかその辺で、もう僕抑えれなかったですもんね。あ、そう、なんで本当に素晴らしい打線になったのも、イチロー選手のおかげみたいな。はやっぱり向こうの選手たちもいい人はやっぱ真似するのかな。まあ結構ね、まあ、僕その後2002年に入っていったじゃないですか、はいはい、マリナーズ行ってイチロー選手と一緒にやったんですけど、はい、まあ、めちゃくちゃみんな興味持ってて、イチローに対して、うん、飛行機の上でもなんかイチローが喋り出すと、なんて言ってるかちょっとあれしてくるよって、なんで俺が通訳って思いながら俺の話はええのかと思いながらイチロー選手が喋るところにみんなこう聞く耳立てるみたいなところはありました、ね。はあ、そうですか。でね、その時にキャンプの時にたまたま僕ピッチャーはほら毎日投げるわけじゃないですか、うん、キャンプ中は投げない日は、はいはい、ブルペンピッチャーでもベンチでゆっくりしてるんですけど、その時にイチロー選手おるんで、もうもちろんちょっかい出しに行くじゃないですか、うん、試合前に何してんのとか言って、はいはいはい、何してんのって今から試合やなんだけどって言ったら結構緊張してるんですよ。そのオープン戦ですよ。あ、そう、うん、でも彼に聞いたら、え、緊張してんのとかって、まあ、こんな感じなんで聞くと、いや、めちゃめちゃ緊張してますよって言って、そのオープン戦からでもめちゃめちゃ緊張感あるから、これが俺と違うとこかとは思いました。違うとこ、まあ、それがいいか悪いかわからないけど、いや、いいか悪いか別としても、うん、なんで僕なんかはヤンキースとかほら、まあ、プレーオフ1回も出たことないですけど、うん、そういうところで力出ると僕は思ってるわけです。あ、だけどしょぼい試合ったら失礼ですけど、ちょっと抜いてしまう、抜いてしまう、まあ、抜けてしまう感覚、ね、うん、例えば日本のプロ野球だと、うんうん、地方のゲーム行くと必ず負けるんですよ。あ、っていうのはその雰囲気が違うから。そうか、なんかちょっとなんていうの、草野球感ある。普段とちょっと違う環境の中で、ね、はい、それはダメ で例えば、まあ、今だから言いますけど、うん、カンサスシティとかその当時弱かったので、うん、はい、行くとあんまり成績良くないです。相手弱いのに、
分かる、はい、やっぱりちょっと力入れ方が違うのね。そうなんですよ。だけどまあイチロー選手の場合はそんな失礼な、まあ、彼よく言ったのは、うん、どんな相手にでも一生懸命やると失礼やっていうのと、まあ、もちろんメジャーリーガー相手に手を抜かないですけど、まあ、とにかくその例えば野手が投げてきたとしても一生懸命打つっていうことを言ってたんで、そこはやっぱりあの大したもんだなと。なるほどな、まあ、凡人じゃないですよもちろん。まあ、すごいですね。一流じゃないですよ、本当に超一流って認めたのは彼、うんうん、普段はほらもうバカ言い合いしますけど、野球のユニフォーム着たらやっぱり尊敬の念もありましたね。まあ向こうであの結局シーズンの最多安打を打ったじゃないですか。そう、あの時なんかどうなん、周りの、あの 見る目っていうのは。いやいや、もう本当に自分のことのようにみんな、いやアメリカ人って、はい、いや本心知らないですよ、はい、めちゃくちゃこう盛り上げてくれるから。そうなんだ。その時僕たまたま投げた後のダグアウト見たんで、はいはい、一緒に喜んで、はい、僕はもちろんガーやりましたけど、はい、僕一応なんか昔から知ってるから、本当に自分がやったような気分。ああ、わかる。でもアメリカ人は僕以上にガーやってるから、ほんまかとか言ってたんですけど、いやでも本当にもう歓迎ムード、あの日本から来たにもかかわらずっていうかイメージはありましたけど。だってアメリカのね、あの選手って、うん、まあ、アメリカ人もいるけども、はい、それ以外の国の人もいっぱいいるでしょ。そうなんですよ、そうなんですよ、ね、いやそもそもアメリカ人、うん、アメリカ人もよそから来てます。まあまあね、もともとね、まあ、まあそういうのは気にしなくていいと思うんですけど、今特にドミニカとかプエルトリコとか、うん、中南米多いですか。中南米めちゃくちゃ多いですから、ね、あ、そういう意味ではもう本当に平等に扱ってくるっていうのはありますけど。だからもう英語よりもスペイン語の方が飛び交うような感じ。そうなんですよ、僕もちろんスペイン語喋れたなと思ったんですけど、まあ英語喋れたんで。じゃあイチローはもう向こうでももうスーパースターっていう。スーパースターですよ。感覚ですよね。あ、まあ、僕は本当に唯一、うん、あの尊敬してた選手ですね。あ、そんな彼には言えないですけど、はいはい、恥ずかしくて。後輩だもんね、はい、あの それでこんな喋り方ですかとか言いません。それは俺の性格や、ね、あ、はい、そうですか、はい、あと、最近では、はい、あれ誰だ、大谷翔平、はい、彼なんかどうなんですか。もうね、うん、僕はなんかあのアメリカ の、うん、あの文化というか、うん、なんかもう自分をアピールする、はい、あの人を蹴落としてでもガンと出ていくっていうようなのが、うん、大谷を見て、うん、違うなと思ってんちゃうかなって僕は思う時がある。そうですね、うん、まあ、ただ彼、うん、ラッキーだったのは、うん、近くにマイク・トラウトって。あ、トラウト。本当になんていうの、まあ、英語で言うとイージーゴーイング、楽観主義者みたいな、もう常にこうこんな感じで楽しそうにやってるっていうのを見て、まあ多分大谷選手ももともとそういうのを持ってるもんありますけど、なんかこうよく似てるなと思うんですよ、ね、だそれを真似してるのかどうか分かんないですけど、だ常に苦しいと思いますよ、でも楽しもうとしてるのは見えてきますね、はい、まあ、残念ながら今コロナなのであんまり大谷選手とも、僕一応エンゼルスの先輩なんですけど、 そうだよね、あんまり喋りに行けることがないので2回ぐらいしか、コロナ前の 2,3 回しか喋ったことないんですけど。あ、でも向こうで、向こうで喋りました。なんか家も近いって、うん、家も、まあ、彼今どこに住んでるか知りたくないですし、みんなに聞かれるからあの知らないんですけど、まあまあ多分近所に住んでると思うんですけど、はい、なんで、うん、非常にっていうか、まあ、僕自身は、まあ、今ゴルフに熱心なので、あんまり、はい、まあ、もちろん仕事から試合は見ますよね、なんだけど、あのもう周りの人がすごい気になっちゃって、常になんかゴルフ場行っても、うん、僕にそれ言うと喜ぶと思ってるんでしょうね。翔平、まず大谷翔平が挨拶の言葉になってるわけですよ。そう、それぐらい、あの現象化してますね。そうですか、はい、あのなんかもうオールスターでもね、うん、結局両党で二刀流で行けたり、ね、今までそういうことがなかったことを、うん、まあ、大谷っていう選手が現れたことで初めて、うん、そうですね、そういうオールスターができたわけです。そうですね。いやというか、まあ、もちろんあの昔にはベーブ・ルースがやった。ベーブ・ルースね。あー、そんなの今生きてる人誰も知らないですから。まあまあまあそうね、伝説として。まあ、ただアメリカ人面白いのは歴史が短い国なんで、うん、そういう歴史的なこと、あれベーブ・ルースがなかったら、お、新しいことやりよったって終わるんですけど、うん、ベーブ・ルースを引き合いに出して、出してね、もう短い歴史の中でこんなやつがおったんだ、で今歴史的な瞬間を俺たちは見れるんだっていうので盛り上がるわけですよ。自分でストーリーを作ってね、はいはいはい、そういう意味ではやっぱ大谷選手は格好の、あの材料なわけですよ。そうか、僕はね、あの今年結局9勝で終わった、はい、それで、ホームラン争いも結局取れなかった、はい、けど僕はね、うん、それはね、来季に向けて良かったなと思ってるの。本当そうです。あ、そうですか。まあ、来季というか、うん、これからに向けてね。これからに向けて、うん、もうこれで取っちゃったら、うん、面白くないじゃないですか。いや、そうなんですよ。もうこれだけやったことで、多分 MVP 取るんですよ。取る。取ったら、すごいな。もうそれはすごいことなんですけど、うん、だけど、その上に両方ともやってたら、うん、ね、もうその先ないじゃないですか。ないんですよ。うん、もうあのお客さんとしては、はい、
また来年今度どんなことやってくれるんだろうっていうね、そういう期待を持ちながら楽しめるっていうね、はい、そうですそうです、はい、あ、同じ意見ですね。もう本当にそう思います、うん、なんで、うん、まあ僕らは楽観主義者なんで、はいはい、もっと先がいいことあるっていう常に思ってますから、うんすね、大谷選手も同じように、うん、まあ、もちろんあの前のやつでも言いましたけど、めちゃくちゃしんどいと思いますよ、うん、僕らほらシーズン9月ぐらいでピッチャーだけなのにバテバテで、うん、ってきたわけ、まあ、そのおかげで僕はプレーオフ1回も行ったことないと、まあ、チームにも迷惑かけたことあるんですけど、うん、で大谷選手は、まあ、チームが悪い中で自分で一人でピッチングもバッティングも引っ張ってきてるから、うん、はいはいはい、まあ、それはすごかった、まあ、このオフはゆっくり休んでほしいんですけど、あ、はい、あの実際見たら大谷が投げてる間勝ってるのに、うん、その後のピッチャーでやられるパターンがまあまあ多かったじゃないですか。ああいう、それと、あと打つ方もなかなかね、うん、そんなに点取ってくれないっていうか、違うんですよ、うん、もう最後の方見てて、まあ、だからホームラン王は取れなくてもまあ別に良かったんですけど、うんうん、見てると、かわいそうだなってずっと思いました。あの常に、やっぱりね、マリナーズとか最後までワイルドカード争ってたんで、もうね、もう勝負しに来てても勝負してないですもん。ほとんどもう頭からフォアボールっていうイメージ。あーねえ、えらい歩かされましたね。だから打ちたいから無理やり打ってるところも見えましたし、うん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 、アメリカでもやるんだなと思っちゃった。いやいや、もう勝ちたいからね。記録のためじゃないわけです。勝ちたいからね。まあ、例えばトロントの選手が、うん、ピッチャーがあの何あのゲレロに取らしたいからって、うん、フォアボールは出さないですけど、勝つための作戦ね。勝つためのためには もうもちろんもっと日本よりひどいです。そうか、勝つためにはっていうことは、あのあれだね、あの甲子園 あの松井秀喜が歩かされた、あんなん全然ありですのと一緒ですよね。ありです、全然ありです。だから普通に4四球とか全然ありです。ありですね。打てるバリボンズなんかやられてたし。そうか、だから後ろにもっと打てるバッター何人かいたら、そうなんです、もうちょっと勝負してくれた。そうなんですよ、まあ、ね、若手が結構、うん、あのウォルシュとかいいの出てきたんですけど、うん、なんですけど最後の方調子悪くなった。悪くなったね。若いんで落ちちゃったので、もう翔平君だけだったので、 それがちょっとかわいそうだったかな。となるとね、まああのまあ、みんな騒がれてるけども来シーズンどっか行くんじゃないかという話になってますよ。それはね、非常に微妙なところで、うん、まあ、僕はエンゼルスの状況をよく知ってるので、まあ、トラウトで30何億使ってるわけですよ。で、大谷君はどうやら1年で40億50億稼げそうなんですね、平均してですよ。まあ、来年は給料決まってますけど、来年契約するってことはもうそれを保証されることだから、はいはいはい、でね、僕は多分5年ぐらいなんですけど、彼バッターとしてもやれるから10年ぐらいの契約もらえるんちゃうかなっていうと、 50×10 はエンゼルスは出せないです。500億になっちゃうんで、はい、そんなにいる？いや、それはいやいや、いるっていうのはあの大谷君に聞きたいんだけど。いやいや、まあ、まあ、だから大谷君はそこをお金にそんなに執着しないって言うんですけど、うん、エージェントが執着しますから、ね、エージェントはね、僕もエージェントだったら絶対500億ちょっとあのこれあの下世話な話だけど、はい、あのエージェントって 5% ぐらい、はい、ね、まあ選手によりますけど4から5%です、うん、4、5ね、はいはい、それぐらいですよね。僕のエージェントは 4%、 僕あんまり手間かからなかったんで、はい、自分で何でもやっちゃいますから。なるほどね、はい、でも大きいよね。大きいです、大きいです。はあ、うん、そういうのはね、やっぱりそれは大きい契約できたら、うん、まあなんでエージェントはそういうふうに思ってます、うん、でまあエンゼルスも勝ちたいんですけど、うん、どうもこう若手とのこのプロスペクトって言って下から上がってくるのがあんまり来ないんですよ。でそれで言うと大谷君本当に勝ちたいんだったら、うん、大谷君のために言うと考えた方がいいんじゃないの。あ、まあ、僕エンゼルスの手伝いもしてますけどそれでもやっぱり彼、やっぱりイチロー選手がええこと言ったでしょ、野球人生短いから思い切ってやれっていう。はいはいはい、まあ、イチローもね、ヤンキース行ったりそうですいろいろしましたからね。だからイチロー選手は移ってみて思ったんじゃないですか。それでも結局はあのなんていうのあれもらえなかったもんな。まあそうなんだったっけ、リング、リング、はい、田口君が2つ持ってる、はいはい、そう、イチローでももらえてなかったから、そうだね、僕ももらえなくていいんです、当然なんですけどまあ2人はもら持ってないですね、確かに。そうだよね、はい、だってなるとやっぱりそうやってあのトップを争えるチームとでプレーする、うん、でもいいと思いますし、まあ、そんなこと言って僕はエンゼルス離れた後に、うん、エンゼルスワールドチャンピオンになりましたからだから分からんもんですよ。なんでそれはもう本人のあれで、まあまあ勝ち負けはね、うん、あるいは優勝はもう本当に結果なので、あ、まあ、と思うのか、うん、イチロー選手のように勝ちたいと思って追いかけるのかは自由ですね。そうかそうか、はい、まあでも彼はどこに行っても魅力のある選手ですね。いやいや、魅力あります、ね、本当に僕らから見ても、うん、あのもう最近言われ続けて疲れてますけど、あの最初は本当に僕もおこんなスーパーマンやなとかと思いながら見てましたけど、はいはいはい、漫画の世界でしたね。漫画ですよね、はい、いやこれはまたここ数年楽しめそう。楽しめそうね。でしかも若い人たちも同じように二刀流するようになってくるからいいんじゃないですか。そうか、そうですね、はい、タオさんもピッチャーできてたでしょ。
やってましたね。でしょ、うん、でもやっぱり両方やってると、やっぱピッチャーの方がしんどいなと思ったその通り、それは正解、ね、いやピッチャーの方がしんどい。僕も本当は野手したかったけど僕は、うん、ダメだったんで。そうですよね、もうピッチャーは自分の責任だもんな。そう本当にそう責任は確かに、ね、もうバッターの方が良かったなって何回も思って、打てなくても誰か打ってくれる。そうですよ、本当そうです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。